どうもこんばんは、NM です。今回も超人 X 第1話について考察していきます。今回は超人の種類、そして超人の能力がどのように決まるのか、現段階で予想できる範囲で考えてみました。超人の能力がどのように決まるのか考察していきます。超人 X 第1話の1ページ目、時雄がハゲワシのような生物と寄り添う描写が描かれており、それは病に似ていると記されています。これは超人化、超人の力を宿すということは病を患うことに似ていると言っているのではないかと思われますが、その人が抱えているコンプレックスやトラウマ、逆に強い憧れみたいなものが超人の能力として具現化するのではないかと考えています。時雄は昔動物園でハゲタカ時雄とバカにされたトラウマ、アズマにハゲタカは世界で一番高く飛べるからかっこいいと教えてもらい憧れた思い出、トラウマと憧れを両方持っています。悩みやトラウマを抱えていたり、強い憧れを持つ人間ほど超人の能力が強くなる。逆に全く悩みがなかったり、ただ力欲しさの誘惑に負けた人間が超人の力を使おうと薬を打つと、竹山、ジョニー、清のように理性が吹っ飛んだり、何かしらのリスクを負ってしまうのではないでしょうか。東は時雄と超人化の薬を打ち合いましたが、東だけ気絶してしまいました。東自身コンプレックスやトラウマを抱えておらず、誰に対しても憧れを抱いていないため、超人になる対象がいなかったのではないかと考えています。超人の能力の種類について考察していきます。超人 X 第1話で明かされた能力の名前は、竹山、ジョニー、清の軟体の超人、時雄の重化の超人のみです。第1話の冒頭で登場した炎系の能力者のおじさん、飛行機内の乗客を炎で焼き尽くし機体を墜落させたおじさんの能力は明らかとなっていません。しかし第1話で登場したこの3つの能力を見るだけでも、超人の能力は大きく3種類に分けられているのではないかと考えられます。まず時雄の能力である重化の超人は変身系、竹山、ジョニー、清の軟体の超人は身体能力強化系、そして飛行機を落とした炎を出すおじさんは魔術系といったところでしょうか。重化、軟体というのはあまりにも抽象的で、このままだと時雄はいろんな動物に変身できてしまいそうです。今後は重化系の能力者は多数登場すると思われるので、時雄の場合重化の超人、モデル、ハゲタカみたいな正式名称が登場するのではないかと思います。はい、というわけで今回は超人の能力について考察してみました。まだ第1話なのでわからないことばかりですが、少ない情報からいろいろ分析するのはとても楽しいですね。皆さんの考えもぜひコメント欄に残していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。